包容力あるようなオーラは感じました。本当に後ろに隠してて、うん、マジで気づかなかった。いや、あれバレとるかと思った。何にも分かんない。せーの、京介。台北編でカップル成立した奇跡と若です。よろしくお願いします。今回はこちらのカードに書かれたお互いが気になっていることやしたいことについてお話ししていきたいと思います。第一印象のイメージ、おとなしそうだなと思ったのと、身長高って思った。あー、マジで。うん、最初入った時隣におったけ、はい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 、高って思った。あ、逆に逆に継続だったやん。そうね、知ってはいたんだけど、うん、包容力あるようなオーラは感じました。本当に。一番好きな香水はいっぱいあるんだけど、うん、カルバンクラインの CK1、うん、嗅いだことない。めちゃめちゃなんか、うん、いい匂いがします。どういう系？柑橘系じゃない？なんか柑橘系の、うん、柑橘系が好きな多分。いやでも女子は甘い系のが好きかも、うん、おモンパリも使うし、あと最近リブレ、サンローランの。あ、なるほど、サンローラン。リブレめっちゃ使っとる。おお、どういう匂いなの？全然嗅いだことないんだけど。甘い系だと思う。好きなやつや。うん、じゃあ今度ちょっとつけて。オッケー。うん、なんで花火しようと思った？ツーショット行ったやん、うんうん、で線路の上でできるってことを知って、うん、日本じゃできんなと思って。確かに。しかも冬とかになったら花火する機会もないけ、うん、今のうちにやった方がいいかなと思って。花火やりたかったけ。やりたかった。そう、うん、できない、やろうと思った。なるほど。って感じです。いつ買ったのあれ？通称行く前にお店に寄って買った。全然わからなかった。後ろに隠してたよ、うん、マジで気づかなかった。いや、あれバレとるかと思った。何にも分かんない。あそこで気持ち固まったと思うし。今どこに行きたいということで。はい、どこに行きたいですか？東京とかで言ったらディズニー行きたいし、うん、千葉やん。千葉だけどえ、でも海外行きたい。どこ行きたいの？なんか分からんけどカナダに行ってみたい。何があんの？カナダ。カナダなんか広いや、めっちゃでかいけ、うん、家もでかいかなと思って。ああ、そういうこと？行ってみたい。そう、土地が多いからみたいな。そう、海外だったらアメリカ。やっぱアメリカ、ね、アメリカ。ニューヨークとか。ニューヨーク、ロサンゼルス、うん、アメリカでしか買えないブランドみたいな服とかあるじゃん。そういうのも欲しい。なんか免税店みたいなとこ行ってたけど。そうそこ行って買いたい。行きたいね。そう、旅中一番の思い出は？花火もやっぱそう思い出なんだけど、バイキング。バイキングもやっぱり思い出ですね、うん、あれは。楽しかったね、あれ、うん、俺絶叫得意だから、うん、あんまり怖くなかったよ。腕組まれた時あったじゃん、うん、あれもうマジでやばかったね。意識がもうここに、こっちに。そう、怖さよりもうここバイキングじゃないんかよ。そう、ここしかなかった。バイキング乗った後より、うん、腕組まれたっていう記憶に残ってるタイプ、うん、で逆に花火だよな、うん、花火よな。花火やね、めっちゃエモかったしな、うん、シーン。いや、やばい、うん、線路の上よ。日本じゃできんの？マジできない。好きな髪型好きな髪型お化けとるセンター分け。あ、七三とかでもいいけど上げとう方が好き。なるほど、うん、あの野球2日目の方が個人的に好き。あれね、うん、やばかったよね。美女爆発やったよ。マジ、うん、逆に黒髪が好きなんだよね。え、全然違ういや、黒髪が好きなのはある、うん、で、ロング、おロング、はい、で、ポニーでしましたね。そうで、よかったです、あれ、うん、最高でした。2日目のお互い髪型すればいい。そう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 、あそこマジ、うん、最強マッチ、最強マッチ、最強マッチでした。スポーツ何が得意ですね。ダンスが得意。あ、習ってんだもんね。そう、サッカーも好き。え、サッカーできんの？本当に遊び程度でしかないけど、あの休み時間とかにみんなでサッカーしよう。自分はソフトテニス。結構強かったはずです。強かったはずです。結構強かった、うん、多分結構ね、真っ黒だったよ肌が。もうそう、考えられんよ。やばいよね、マジで白い。びっくりしたもん、うん、ハーフって言われるぐらいの黒さだと思う、うん、マジでやば。好きな仕草は上目遣いとかキュンとくるかもしれない。王道やね、うん、普通にね、うん、されたらやばいです。しませんしないんかい、しないんかい。逆になんかあるんすか？センター分けとかの場合ね、髪かき上げる。あー、出た。意識してやってきますこれで意識してやってきます好きなアニメ
はい、最近また2周目したけどブルーロック。あ、はいはいはい、ブルーロックそんな2周するぐらい好きなんだ。ホリミヤとかも好きだし、五等分の花嫁とか、カッコウの稲漬けとかめっちゃ見てるよ。カッコウの稲漬け見てんだ。うん、最近進撃の巨人やばかったね。バカ感動した。見とらんのよな。マジで見てほしい。見た方がいい。マジで後悔する。じゃあ見るね。そう、決め手はなんか徐々に気持ちが強くなってきてって感じかな。なんかここっていうのないんだけど、ここが告白ラインだとしたら、俺は最初こう行くやん、ツーショット行くやん、バイキングするやん、こう行くやん、みんな行くやん、フリオンつって、これで告白になった、うん、逆にもともと第一印象に入れとったけ、はいはいはい、話してみたいなと思っとって、そっからいろいろ話してほぼ決まったのが花火の時ね。はい、1日目の夜ね、はいはい、にほぼ決まって、だからまあ2日目も一緒に過ごしたりして、あの人ってなったの。なるほど。ということで今回は僕たちの初おうちデートの様子をお届けしました。イエーイ。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。お願いします。それではバイバーイ。最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録はこちらから。今日好きの最新話はこちらから。また見てね。バイバーイ。バイバーイ。